吉田さん、丹波哲郎さんは大霊界ってやつがね、ありましたね。私は高校生の時ぐらいいだったかなと思いますけどねで、まあ、死んだ後人間の魂がどうなってるのかってこともいろいろ考えるんですけども、まあ、こういう説があるんですよ。人間の脳は何か体験したり学習したりするたんびにこう思い出としてね記憶ってものを一つずつ積み上げていくっていう説と。 まあそもそも過去未来、えー、宇宙全体、すべての記憶が脳に入っていて、まあこの大宇宙とかね、歴史と時間と接続していて、体験とか学習をするたびに、それが思い出されるっていうね。うん。そうなってくると、あのー、デジャブ部、儀感っていうのは、あって当然だろうっていうね、説なんですね。どっちなんでしょうね。そして、 何なんんでしょうね、うん、こういうふうに想像したことですら商品になりコンテンツになり大霊界っていう風にね映画になってベストセラーになって「ノストラダマス」の大予言外れたんだけども長い間人々の心を捉え続けてきたというねすごいですね人っていうのはいろんなものに反応しますねじゃあ